はい、お疲れ様です。おはようございます。じゃあ、お昼だね。これ、はさはさ、100円だよ、100円。どうすんのこれ、詰め放題100円だっつって。いや、大変だった、集めるのっつって。そりゃ大変だけどさ、さばく方も大変だよね、これ。100円だよ、はたはた。ねえ、びっくりだよね。それでまたさ、このままあげるとさ、怒るんだよ。生臭いとか言ってさ。だからこれ、みんなあれだね、きれいにやっつけなきゃいけない。こんないっぱい海の中泳いでんだね、肌肌ね。びっくりです。そしてこれも100円これも100円、2匹どうしよう。うちのそばのね、あのお店でこれが安いんだよね、こういうふうにね。それでなんとこれも100円なんだろうね、この階層ね。よくわかりませんけど、まずどれから順にやっていくかね。まず泳いでる旗だったから、ちょっと水の中に泳がしてみて。ほんとじゃ帰らないね、これ。お店開けますよ、店長。ちょっとまあ、塩水で置いてやろうかな。何匹いるだろうね。数えられないぐらい多いよね。ぬめぬめする。ぬめぬめ。まずこれからいこうか。これ頭を落としてしまって。きれいにしてやってね。よいしょ。よいしょ。うわー、そうだね。頭落としてさばいていこうか。ミシンね、生ミシンがね、難しいんだよね。まあいいけどさ、まあいいけどさっていうか、この綿の中がさ、食べないともったいないよね、これね。このまま焼いちゃおうか。これいいのか。どうやんだろう、このまま終わりだろうか。そんなわけいかないよな。このまま焼くと中が大変だもんな。ミシンの白子ってちょっともったいないよね、食べないとね。この辺で切っておいて、尻尾はいらないね。鱗はちょっと取っといた方がいいかもしれないね。まあ焼いちゃうことにしようね、今日ね。すごいね、これね。これはうまそうだわ。新鮮というか、なんというか。今日はもうずっと仕事なんで、うちの奥さんが買い物行ってきたんですけど。上で切りすぎたな。まあ、どうやんだろうな、ミスの感想って。よく知らないんだ、俺も。このまんまでいいんだろうか。内臓取れたんだろうかな、これで。もう厚切りにした方がいいんだろうかね。こっちの方でやっちゃうか。厚切りにしてみようか、ここら辺で。うまそうだね、やっぱりね。これ内臓こんなになってるけどいいんだろうか。よく見たことないよな、確かにな。3等分ぐらいにしてるんですかね。
まあいいや、これこうやって入れといて、夜焼きましょう、これね。夜焼きましょう、夜焼きましょう。よいしょ。塩のパワーだな。塩を用意しましょう。はい、ミシンはこれで OK ね。これで OK。 調理、次はハタハタだな。うん、うん、はっ、どうやってくれよ。頭を取って、腹を取ってだな。いて、頭は頭で俺食いたいんだよな。食おうか。内臓取って。この時期のハタハタってなんかあのそのまま死にするってね、なんか言いますよね。そのまま汁にするんだって言ってるから、僕的にはもう内臓をみんな取りたい、食べたい。でもうちの奥さん的にはそれ無理。何匹いるか数えてみるか。1、2だろ。このでっかいのはやっぱそのまま、うん、干して干してしまう。でっかいのはな。あ、これもでっかいじゃん。でっけな、おい。でっかいぞ。唐揚げにもったいないぐらいでっかいね。焼いたらうまいね、これ干してね。じゃあもうちょっとやっていってみよう、まずな。はたはたを。なんか老眼鏡ないからよく見えへんよ。この辺小さいね。このままハタハタ汁にするとどうだろうね。さっきもそんなこと言ってましたね。内臓ごと煮るのもうめえだろうな。100円だもんな。1匹1円ぐらいだろうか。これでっけ。今日はこの間したばっかりだよね。結構うまいじゃないの。これはマジか。みんな捕まってこんな風に、ああでっけ、こんな風に食べられるとは考えもしなかったんだろうね。昔はハタハタと紐で縛って吊るしたもんですけどね、乾かすんで。今あのザルみたいな中に入れちゃいますよね。うん、うわ、2、4、5、やっと12匹。1出す。ちょっとこれここでやると
辛いな、汚れた時にな。まあいいか、うん、なんか首刈り毒みたいだね。このぐらいの大きさってもうあれだね、首刈り毒になるね。これも首刈り毒でいいか。首刈り、12、13、14、15、16、18、うん、手が凍えてます。冷たい。25。来たね、はたはた。わざわざここまで。26。よいしょ。汁美味しそうだよね。27。これはなんか28。わお。
40匹。冷たい。大変だよな、魚屋さんはな。もうめんどくせっけ。干しちゃおうかな、みんな。50匹までやろう。41。小さめのを拾ってね。42。でっけかな。おう、49。じゃね、49で、あとはでっかめだね。うん、でっかい、でっか、これ小さいね。はい、じゃあ50匹ということで、50匹さばきました。ちょろ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 、50匹さばいたよ。この食いかり族だね。なんか大変だの。よう、まあここまで来てくれたな、ありがとうよ。はい、今いた、いた、今トゲ刺さった。トゲがあるんだよな。これきっと俺に対してのあれだよね。恨みの攻撃だよね。あー痛い。まあいいや。はい。で、こいつらを、この人たち。おっ。ネタバット。これはね、みんな干しちゃうことにし、50匹いるね、これもね、またね。ちょっとどうしよう。もうちょっとさばいた方がいいか。まあ、このぐらいまでにします。僕はもう今日疲れてるんで。というか、ちょっと急ぎの仕事になってるんで。こちらは、今日夕方、唐揚げにしましょう。唐揚げ王国だね、今日は。なんか朝も唐揚げしたよね。で、これですね。これが、ニシン、生ニシン。ね。2つ。これは外に置きます。まずは塩しておかないと、どっちしてもダメなんでね。塩はよくしておきましょう。塩しておいて、浸透圧を合わせる意味があるんだろうな。ちょっと締まりますからね。魚がね、なんでこう食べる前にこう出てきた水を抜くような感じでいきましょうかね。よいしょ。ああ、くたびた。そっちのな、生のやつ、こっちのやつどっかのボウルに移さなきゃダメだな。これに入るかな、ギリギリ入るかな。いいね、これね。これはどうするか後で考えます。多分干すと思います。あとはこの海藻どうやって食うかだな。100円だってさ。海の幸だね、今日は。じゃあね。